私たちが空に上がり、リーアムと合流しようとしていた頃、地球軍はマスドライバー確保のために2つの作戦を同時展開していた。一つはザフト占領下にあるビクトリア宇宙港の奪還、もう一つは中立国オーブが保有するマスドライバー施設の接収。プロフェッサーの言う通り、地上の戦闘はますます激しくなってるみたい。大きな戦場こそ避けてきたけれど、気づけば私たちだってこの戦争の節目に何度も立ち会った。でも私たちジャンク屋にできることはほんの一握りだけ。そのことはローだって分かってるはずなんだけど。空か。ロー、どうしたの？いや、俺たちがこうしている間にも地上では戦って死んでいく奴が大勢いるって思うとちょっとな。ロー、何かが間違っているのは分かってるんだけどよ、俺は今のままでいいのかってな。こうしている間にも世界の在り方は刻々と変わり続けていく。戦争が激化の一途をたどる時代の中で、私たちがローが本当にするべきこととは。宿命の決着。
Thank you.